皆様、大変長らくお待たせいたしました。頑張ってください。霊界探偵、恨めしゆうすけ、新たなる使命。この物語は主人公恨めしゆうすけの数奇な運命の物語である。子供を助けようとして交通事故に遭い、幽霊となってしまったゆうすけだったが、予定外の死に閻魔大王の息子コエンマは生き返るための試練を与えることにした。ゆうすけは霊界からの試練を乗り越え、そしてその行いをコエンマに認められ、生き返ることが許された。人間界での生活に戻ったゆうすけだが、霊界伝言役ボタンはコエンマからの新たな使命を伝えた。霊界の邪気が人間界で引き起こす事件を解決せよ。ゆうすけは霊界探偵に任命されたのである。霊界探偵としての最初の任務は、3人組の妖怪盗賊により霊界大秘宝館から盗まれた闇の三大秘宝、高魔の剣、暗黒鏡、ガキ玉を取り返すというものであった。ゆうすけは三盗賊の一人、子供の魂を食べてしまう鬼ゴーキを発見し立ち向かうが、想像以上のパワーに一度は圧倒されてしまう。深手を負ってしまったゆうすけだが、ゴーキに食べられた子供の魂を救うため、そして奪われた秘宝ガキ玉を取り戻すべく、再びゴーキに立ち向かった。
くりと苦しませてやる。準備はできたか。行くぜ。アイデルラウンド始め。ぬりゃぬくてぬくぬりゃゼロじゃっぬりゃゼロゼロゼぬりゃゼロゼロゼじゃっとやよっしゃ絶好調ラメス選手の勝利だ。稽古はやうし座岸し比叡苦戦の末に豪鬼を倒しガキ玉を取り戻した雄介だったが、その戦いの傷が癒える間もなく、残る二盗賊の一人クラマが現れる。だが意外にもクラマは戦う意志がないことをユウスケに告げ、自分を捕まえるのを3日だけ待ってほしいと頼む。クラマは妖怪であるが人間としての生活をしており、病気の母親を助けるために暗黒鏡の魔力を必要としていたのだった。暗黒鏡は願いを叶える代償として使った者の命を必要とする。クラマは自らの命を捧げる覚悟をしていたが、ユウスケの貴様が相手だ。この勝負負けらんねえぜ。アイダルラウンド始め。止めな。でもかかってきやがれ。クラメス選手の勝利です。ユウスケ VS ランドン乱れ飛ぶ妖術。霊界探偵となり霊界の三大秘宝を無事取り戻した浦飯祐介。簡単には殺しませんよ。覚悟してください。この勝負負けらんねえぜ。第一ラウンド始め。ザ・クールスープ。はっ、うん、チェはっ、うわーはっ、うん、ふん、ふん、はっ、ザ・クールスープ人ハッハッハッ
ザ・クール・ヴィジン。はっ。Hup!